親子で挑戦、安全で美味しい夏野菜カレー作り。楽しい夏休み、親子で夏野菜を使ったカレー作りに挑戦しませんか？夏野菜をたっぷり入れた栄養満点カレーを食べて暑さを乗り切りましょう。でも料理をするときにはご注意を。食べ物にバイ菌がついたり増えたりすることなどによって食中毒になってしまうことがあります。せっかくみんなでカレーを作ったのにお腹を壊したりして台無しにしたくないですね。今回はカレーの作り方と合わせて特に気をつけたいポイントを紹介します。ポイント1、まずは手洗い。料理前にはまず手を洗いましょう。手洗いって本当に大事なの？って思ってる人いませんか？ここで手洗いの大切さがよくわかるように実験をしてみましたので紹介します。これは手洗いをする前の手にどれだけバイ菌がついているのかを目で見えるようにしたものです。皆さんがよく知っているゼリーを作る時に使う寒天にバイ菌の餌を混ぜて作った手形スタンプに手洗いをする前の手を押し当てた後、1から2日間バイ菌が増えやすい環境の下で放置した結果です。コロニーといってバイ菌が増えてできた集まりを示す白い点がいくつもできていて、バイ菌が手にたくさんついていたことが一目でわかります。どうですか？手洗いって本当に大事なことが分かってもらえましたか？ポイント2、野菜選び。次にカレーに入れる野菜を準備しましょう。カレーの定番、じゃがいも、人参、玉ねぎはもちろん、栄養たっぷりの夏野菜、トマト、かぼちゃなどもおすすめです。また、冷蔵庫の奥に発掘されたナスも、どうする？少しぐらいしなびて元気がなくてもカレーにすれば美味しく食べられますよ。カレーに使う？ポイント3、下準備。では下準備をしましょう。野菜は流水できれいに洗います。でも生の肉は洗うと食中毒の原因になる菌が周りに飛び散る恐れがあるので洗ってはいけません。調理に使用するまな板等の調理器具はきれいに洗って乾燥させた清潔なものを用意しましょう。ポイント4、具材を切る。さらに具材を切っていきますが、まずは野菜から切ります。肉は一番最後に切りましょう。まな板は野菜用、肉用と使い分けるか、裏表で使い分けると良いでしょう。ここで一言、じゃがいもの芽とその根元や緑色になった皮には食中毒の原因となる天然毒素が含まれています。もしじゃがいもの皮が緑色になっていたら、皮を剥くときには緑色がなくなるまで厚く剥きましょう。くぼんだところは剥きにくいので、大人に包丁の角でしっかり取り除いてもらいましょう。ポイント5、しっかりかき混ぜながら煮込む。材料を切り終えたらフライパンにサラダ油を熱して肉を炒めます。肉に火が通ったら厚手の鍋に入れます。次にトマト以外の野菜を加えて炒め、全体に油が馴染んだらまた鍋に移してから水を加えましょう。煮立ったら弱火から中火で約15分煮込みます。一旦火を止め、ルーを割り入れて溶かし、再び弱火でお玉で時々鍋底までしっかりかき混ぜながらトマトを加えて約10分煮込み、とろみがつくまで煮込んだら出来上がりです。美味しく盛り付けできました。食べる前に再度手洗いをして、頑張って作ったカレーは格別な味ですね。
ポイント6、2日目カレーと保存。さて、お腹もいっぱいになったところで、もう一つ知ってもらいたい大切なことがあります。カレーをはじめシチューなどの煮込み料理はできるだけその日のうちに食べきりましょう。ただ皆さんのお家では出来上がったカレーは作ったその日のうちに食べるのはもちろん、2日目カレーを楽しみにされている方も多いのではないでしょうか。カレーをはじめシチューなどの煮込み料理を翌日以降も食べる際は、ウェルシュ菌というばい菌による食中毒に十分注意が必要です。ウェルシュ菌は熱にとても強い菌です。100度で1時間加熱しても生き残ります。これはウェルシュ菌が蛾胞という熱に強いから、カプセルのようなものを作って身を守るためです。ウェルシュ菌が増えることのできる温度帯は12から50度くらいと言われていますので、お家で保存する場合は作ってからできるだけ早く冷蔵庫や冷凍庫で10度以下に冷ますことがポイントです。これはウェルシュ菌に限らず、それ以外のばい菌が増えるのを抑えるのにも有効です。作ったカレーを保存する際は、粗熱をできるだけ早く取り、速やかに冷蔵庫や冷凍庫に入れましょう。ちょっと待って。カレーを底の浅い平たい容器や保存用の袋に小分けすると、温度が早く下がりやすくなりますので、おすすめです。そして翌日以降、カレーを食べる前に再加熱する時も、中心まで熱くなるようお玉で鍋底までしっかりかき混ぜることがポイントです。もう一度特に気をつけてほしいポイントをまとめます。調理前や食べる前は必ず手洗い、清潔なまな板を使い肉と野菜で使い分ける、じゃがいもは皮が緑色なもの、芽が出ているものは注意、保存するときは平たい容器、袋に小分けにして冷蔵庫、冷凍庫で保管、加熱の際はお玉で鍋底までしっかりかき混ぜる。ご紹介したポイントを参考にカレー時間を楽しみましょう。夏野菜をたっぷり使った栄養満点カレーで、暑い夏を元気に過ごしましょう。最後にお知らせです。この動画で夏野菜カレー作りにチャレンジした子どもたちへ、どれもみんなが簡単にできることで食中毒を予防できることが分かったよね。自由研究にも使えるテキストには、ここで学んだことがクイズ形式で載っているよ。おさらいのためにも、お家の人に印刷してもらって、もう一度チャレンジして食品安全博士になろうね。